秋晴れの爽やかな午前10時代官山。そこにやってきたのは早い早いおはようございます。そう、雑誌キャンキャンの専属モデル峰恵梨香ちゃん。2005年ミスインターナショナルで準グランプリを受賞するなど輝かしい実績を持つ彼女は2006年キャンキャンの専属モデルに。今ではファッション誌にとどまらずテレビや CM と幅広い世界で活動しているとびきりキュートな女の子なんです。この自転車、私のお気に入りのマイ自転車です。この自転車で代官山とかいろんなところ行ってます。じゃあ今日はちょっと1日オフに密着させてください、はい、お願いします。今注目を集めているあの人の仕事とプライベートオンとオフに大接近、モテカワコレクション。今回は今注目の女の子峰恵梨香ちゃんのオフタイムに密着。お気に入りのエリアから秘密のあのショップまで峰恵梨香さんのオフタイムを余すことなく紹介。彼女の素顔に迫ります。というわけで早速恵梨香ちゃんとお気に入りの街代官山を散策。かわいいこの自転車、私このシルバーが欲しいです。この本屋さんとかもすごい好きなんですけど、街全体がすごく静かじゃないですか。歩いてる人だったり、あと割と緑も多いし、また落ち着く。渋谷とかで買い物しててもいろんなものがあって楽しいんだけれど、あ、買い物した疲れたって帰ってくるんですけど、代官山ですごい一日中買い物しててもすごいリラックスできるんですよ。多分それは多分この街の持ってる気質だと思うんですけど、すごいだからリフレッシュにもなるし大好きですね。そんな代官山を散策中の恵梨香ちゃんが気になる場所を発見。あそこのインテリアショップいつも気になってて、でも行ったことないんですよ。行ってみましょうよ。というわけで早速寄り道。が気になっていたお店、それはアンティークインテリアショップニューテリトリー。店内には所狭しと様々なアンティーク家具や雑貨が。すごい、いつも外からいつか入りたいなと思って、やっと初めて入りました。すっごい素敵。普通の割とシンプルな部屋なんですけど、なんかこうだからちょっとしたそういう小物とかでガラッと雰囲気が変わるようにベースはあのシンプルに作ってあるので、こういうだからちょっと割とあの個性の強いものとかをインテリアで見て回るのとかすごい好きです。鏡が欲しいな、やっぱり白とゴールドで迷ってるんですよね。真剣に悩む峰恵梨香ちゃん、超真剣だよね。そして10分後最初に見たやつにします。これをください。はい、こちらで。はい、それとこれをください。わかりました、ご自宅用で。はい、お願いします。いろんなテイストをミックスさせて、でも調和が取れてるっていうのが目標だから、考えるのとかすごい面白い。常に何かしらっていうかハマってるので忙しいですもん。趣味が多くて、音楽も聴きたいし、なんか本も読みたいし、絵本も見たいし、絵も描きたいし、洋服も見たいし、あとインテリアのことを考えたり配置変えたりするのも好きだし、あと雑誌のスクラップとかもすごく好きで、そういう一つ一つやりたいことがたくさんあって山積みになってて、もう暇だったなと思ったことはないです。暇な時何してますかってたまに聞かれたりするんですけど、暇な時ってなんだろうと分かんないんですよね。常に忙しいです、好きなことをするのに。そんな恵梨香ちゃんが続いて向かったのは、
次は私が最近ハマっているお店があるんですけど、ちょっと面白い場所なのでぜひ行ってみましょう。すぐ近くなので。やってきたのはちょっと風変わりなこちらのお店。こんにちは。ここは、はい、どんな、ここはご覧の通りろうそく屋さんなんですよ。すごいいろんな色を使ったろうそくが常時置かれていて、いつも見に来るのが楽しみ。そう、ここエルドナックスはなんとろうそくの専門店。一本一本表情の異なるさまざまなオリジナルキャンドルがずらりと取り扱われているんです。はい、キャンドルジュンというアーティストのお店直営店になります。ろうそくがまず中心なんですけども、ジュンが旅をして回っていろいろ集めたものですとか、あとは友人たちが旅をして集めたものと制作したものなどを売っています。すごいですよね。一つのろうそくにもすごい何色もの色が入ってて、すごい素敵。すごい覚えててくださった、私が前にってかよく言ってるのを、多分うるさいからなんでしょうね。もともときっかけっていうのは、友人に誕生日プレゼントでいただいたのがきっかけで、すごいいいかな、好きそうな色合いのろうそくがあったから買ってきたって言って、その世の中にそれしかない色合いだからっていう風に言われて、すごい嬉しくって、でそれからその子に連れてってもらって行ったのがきっかけで集めるようになって。色がこういうのも綺麗ですよね。明るいビビッドな夏とかだったらすごい素敵だと思う。と似たような色のハイビスカスが庭に咲いてるんですよ、夏になると。なんでそれに合わせてだといいですけどね。大体こう同じような色とかで揃えるのもいいし、全然違うものを入れてもその同じ中に何個もあるから変じゃないんですよ全然。すごいそれもそれで綺麗だし、色んな置き方をしたいんですよね。いっぱい、すごいいっぱい集めるのが夢です。これが気に入りです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。自転車で頑張んなきゃ。買い物終わりました。すごい有意義でした。すごいたくさん本当に欲しかったものとか掘り出し物がたくさん買えて、今日これで多分見てる方多いと思うんですけど、いつももっとすっごいいっぱい袋とか抱えて帰るので、こんな感じです。帰りはいつもあんまりオンとオフっていう風に二分するのはそんなに好きではないんですけど、自分の感覚の中でオフはオンのために動いているし、オンの時もオフのために動いているので、私の中では変わらないと思ってますね。ただ意識が変わるだけであって、だからオフの時に思いっきり好きなことをやって、またちゃんとその自分の整った環境の中でまたオンに行けるように、大切な時間ですどちらも。精一杯遊んで精一杯仕事する、それが峰恵梨香ちゃんのライフスタイル。じゃあ、荷物多いですけど気をつけて、はい、気をつけて安全運転で帰りたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。